へいよーキャンスマッシュです。今日もね、やっていくんですけどもね、このババディガポイ、昨日のね、CRL クラルワリーグで、世界で、ね、上位プレイヤーが使っていたので、ね、楽しそうだなと思ってね、使っていこうかなと思います。ということでやっていきましょう。今年のね、世界大会の会場が昨日発表されまして、フィンランドですね。まあ、スーパーセルの、本社があるところといったところで、まあ、世界大会開いてもらえることに感謝しながらね、行きましょう。まあ、去年と同じ場所なんだけど、フィンランドめっちゃねいいとこなんでね。さてと今回はこれ相手なんだろう、ヒースピー、あ、人技かな。いやでもなんか好き入ってんな、三重士。まあポイズン打っとくか。ポイズン打ってクロークディガーまで行っちゃおう。いいよ、ディガーで削っていく。いやーこれまあまあポンプ置かれてもすぐポイズンもあるもんね。でもあそこで三重士セパするあたりさ、どうなんて感じではあるよね。これババセパします。三重士来ても別にポイズン打ちゃいいし、ハンター、なるほど。まあウッドだけ使っとこう。これ相手ロイホブかな。だとしたらボムタワーめっちゃ強いけど、オッケー、ここまで行ってスケで受ける。これはボムで、オッケー。ただなんかこの強引な手札回し大事な気がするよね。あそこのナイトにババを出さず、ちょっと一回もうどついちゃおう。で左オッケーで右はババで守ればいい。まあこれちょっとしゃあないな。お、すげえガチ突破きた。ナイト強すぎでしょ。いやーちょっとめんどくさいことしちゃったなこれ。ポイズン打ってやってない受けが、まあ、一応ウッドまでぶっ放して OK。 まあダメージで勝てそうではある。タツとかもはい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 、相手も呪文で削ってくる動きね。ポイズン打っとく。まあ一旦ねここは出す。ポイズン打っちゃう。リガーこれヤンキーか。まあでもダメージ相手も入れたくないはず。うん、さあ来る。オッケーオッケーオッケー。ババ出してこれが鉄壁なんよねマジで。結局これで守る。ボムタワー、はい、
ババア。エディが、いや強いんだよね、このこの鉄壁がやばい。もう一回来るかな。いやいいねってな感じで、なんかね防衛がマジでガッチガチ、特に陸相手は硬い。ボムタワーババ突破できないみたいな。その相性とかももちろん、その何左右されるところもあるけど、でも楽しい。これいいデッキなんですよね。なんか見ててうわこれ強くねって思ったんで、そう使ったけど楽しい。やっぱいいよね、そういう リーグとかを見てさ、あこれちょっと楽しそうなデッキだなとかさ、それでクラルはやるみたいな。俺はどちらかというとやっぱ選手側の方が長かったから、そういうね経験が少なく楽しいんですよ、新鮮で。ババセパ、ババスパ大事です、このデッキ。進化ババをね、めちゃめちゃ出せるデッキなんで、マジアチとかじゃないか。おー、スパーキー多いね。無視？おー、さすがにか。それ、間に合う？これでええ感じに守れます。まあウッドからでいっか。トルネは多分ないと思うんで、ディガー裏行って、まあ着衣出しとくか。さっさと処理して、スパーキーね。いやーポイズンガン回しいらないか。でこのダメージおいしい。あー今もう一回クロークいけたっぽいよね。一旦ボーポいっとくかこれ。いやでも思ったんだけど、多分これで守れます。強すぎて進化ボムが。ただゴブジャイがなんかさ強えんだよなこいつ。こっからはマチャクイは出すでしょ。でポイズン2周だな多分。マチャクイサイクルで回るから、ボム置いて、あーなるほどね。まあでも回す回す。でウッドで処理、ザップは来ない。もう一回来るよね、スパーキー。もう一回ケツかけこねえかな。おー逆サイ、まあでも打っちゃおう。相手も結構困ってんな。まあこうかな。いやーそれはちょっとやだな。ポイズンも打っちゃう。ここちょっとね怖いね、ぶっぱされそうで怖い。打ってもらって、一回ここボーボイ行く、安全な。 OK、 このボーボイ大事。3倍タイム、ケツアチャクイ。ただババがいくからね、進化ババこっちには。うわってマジやばくないそれ。
やばい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 。え、なんで？なんで今入ったそれ？え？普通にスケが受けられた？いやー、どう受けようかな俺。まあ、ウッド使ってラスト、スーパー遅延受けしようか。オッケー、危ねえ。マジ、なんか途中俺のスケかなんかがいい感じに多分ガゴとかに焼かれてスパーンっつって撃たれたわ。スパーキー相手は多分マジ防衛上手ければ勝てるみたいな感じなんだけど、結構むずいな。まあボムタワーに打たせてババでやるとか、マジ落ち着きが大事だよね。まああのポイズン2周もいいんだけど、やっぱなんか追いつかない時があったな、タイミング。さあ、イスピ出してババスパ行きましょう。クロスね。いや、クロスどうなんだろうこれ。メンテナンス部費部費です、これ。久しぶりにあの表示見たな。いやー、ロケットか。消えたかった今じゃ。消えても無駄だけど。ロケット、トルネ。アーチャーでトルネはあんま聞いたことねえな。ああ。迫撃か。そっか、ロケットの時点で迫撃を疑っとくべきだったな、これ。シビー。はい、クローク。ナイト受けてくる。アーチャーね。ポイズン打っといていいな、これ。ロケットでしょ、相手。迫撃入ってんのか分かんないけど。おお、打ってくるんだ。一発いた。一発投げれ。まあ、ケツアーチャー行こうか、じゃあ。こっからのディアプレレンドで、なんとかなりそう。オッケー。クローク。ババア。オッケーオッケー。アチェ食い出す。ディガー。ポイズンで削れ削れ削れ。ババをどう生かすかだよな。これアチェクイこっちだな。いや、キング起動が痛え。最初のさあ、進化ババがなんとかしない？なんとかしてくれそうだな、これな。いけ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 。トルネかな？そういうわけじゃない。
間に合うかな相手。これで取れねか。あー GG ですねこれは。いやー最初のキング起動痛かったなー。まあてな感じで、こんな感じでねちょっとおもろいデッキになってるのでぜひ皆さん使ってみてください。これメンテナンスもねできないもんね。ということでこれかなり面白いんでやってみてください。以上、おつみしばいばい、またねー。